はじめましての方もご常連の皆様も、 IT ジャーナリストの宮脇淳です。よろしくお願いします。月曜日の令和5年3月13日の夕方ぐらいからですかね、ツイッターのトレンドにハッシュタグ高市さん見苦しいというのがありました。どうやら安倍川の皆さんが仕掛けていたようです。実際の高市さんの国会答弁、長いといえば長いんですが、何かというと、これまで説明の機会が与えられなかったというものです。国会の質疑というのは、質問者が大臣や関係機関に質問し、その問われた側はそれに対して答えることしかできないんです。よって質問のされ方によっては一切の説明が大臣側は許されていないんです。よって印象操作はやりたい放題になるんです。安倍元総理が118回嘘をついたなんていうのも、この手口が使われたからです。そしてこれにコラボするのがゴミ、あ、間違えちゃった、ストレートに間違えちゃいました、マスコミの皆さんです。同じ日の朝日新聞は次の見出しで速報的に参院予算委員会でのやり取りを伝えています。総務省高市氏への説明あった可能性が高い放送法文書をめぐり、総務省側のレクがあった可能性が高いというところを切り出して前に持ってきて印象操作をしているんです。さらにこちらの記事には不思議なことがありまして、先ほど速報的にと言いましたが、記事の配信日時は3月13日の夜の19時11分となっています。しかし私は速報と言いました。実はこの元記事、最初に配信されたのが同じ日の午前11時20分の日付になっているんです。記事が更新されることっていうのはたびたびあるんですが、そして後の時間の方が詳しい情報が載っているとはいえ、午前中に配信された記事にあった日頃確実な仕事を心がけており、文書が残っているのであれば、同時期に放送法に関する大臣レクが行われたのではないかとする総務省側の説明、夜の19時に配信されたという設定の記事からは削除されているんです。書き換えられた記事の方では、立憲民主党の福山哲夫さんの同種の質問が紹介されていて、一歩引いてこの書き換え前と書き換え後の朝日新聞の記事を見比べてみると、立憲民主党と総務省のコラボレーションが見えてしまうんです。すると浮かび上がってくるのが総務省によるクーデター説です。これ仮に違うというならば、解決方法は簡単です。承認喚問すれば良いだけの話です。金曜日の3月10日に総務省は中間報告的にコニタン文書、いわゆるコニシ文書についてそれぞれの作成者を発表しております。48ファイル中26ファイルと過半数が作者不明と発表しております。いわばその怪文書を総務省はファイリングして保存していて、保存していたはずの行政文書が立憲民主党の小西洋之参議院議員のところに流出しているんです。小西洋之参院議員というと、旧郵政省に入省した元総務官僚です。元総務官僚でもある野党議員に流出していた。この構図だけは事実としてバッチリ残っているんです。それは総務省が小西文書が省内にあった行政文書だと認めた瞬間に確定しました。ただ、朝日新聞が謎の書き換えをしたと思われる記事のその論点となる文書は、平成27年2月13日の大臣レクでした。これは小西文書における30ページのもので、総務省の中間報告を確認すると、この30ページの作者は確認されております。そしてこの時の配布先は桜井総審とあります。これは桜井俊当時の総務審議官で、いわゆる桜井パパです。だから後に総務省の事務次官にまで上り詰めた桜井パパと文書の作成者を国会に承認喚問すれば、はい、解決となるだけの話です。私は何でもかんでも国会に呼びつけるというやり方に同意しません。ただ立憲民主党など無責任野党の皆さんが、盛りかけにせよ安全保障法制などなどで繰り返し主張した吊るし上げ、あ、じゃなかったかな、まあ承認喚問、これを主張しないことにおやおやって首をひねっているんです。また、朝日新聞がなぜか削除した。日頃確実な仕事を心がけているから、大臣レクがあったとする総務省側の主張。これにもおや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 と首をひねってしまったのが、直近の TBS 報道特集に出演していた元総務官僚の証言です。この元総務官僚として出演した人物、
事実認識がガタガタのメタメタに間違えていたんです。直近の放送は令和5年3月11日、この日は言わずもがなですが、東日本大震災から12年目を迎えました。ところが TBS の報道特集、当初の予定を変更して小西文書を差し込んでいたんです。それがためか、前の日に行われた高市早苗大臣の記者会見に TBS 報道特集の村瀬健介キャスターがどこどこどこって乗り込んだのかどうかはともかくとして、わずか8分ぐらいの大臣記者会見で2度のうざがらみ的な質問をして、高市早苗大臣の謝罪なるものを引き出しておりました。これは小西文書作成当時の総務大臣だったことからの、その立場における謝罪です。また番組の前日に総務省が発表した中間報告についても触れはしません。過半数を超える作者不明の文書がある小西文書が絶対的に正しいかのような VTR が作られ、それが垂れ流されていたんです。その上で顔を隠し、音声も変えた元総務官僚の方が、番組キャスターの善場貴子さんの質問に答える形で、次のように述べたと、まあせっかくなんで TBS の TBS ディグより紹介します。元総務省の官僚さん、やっぱり官邸の力がかなり強まっていたので、官邸の顔色を伺うところは強くなっていたかなと思います。ここでナレーション。第二次安倍政権下では内閣人事局が設置され、中央省庁の幹部人事が官邸によって決められるようになった。再び官僚さん、いわゆる安倍政権になっての忖度の走り、この件放送法解釈問題を一つの成功体験として、この話の後に森友問題、加計問題みたいなものが起こっていく。善場キャスター登場します。これが官邸主導の実態だと。元官僚さん、その通りだと思います。こうしたことが総務省の官邸の圧力に抗いきれなかった背景にあると推測する。小西文書を信じたとしても、総務省の官僚側は後に断らない女と紹介されることになる山田真紀子さんに代表されるように、放送法の解釈の変更に抵抗勢力として立ちふさがっているんです。つまり小西文書を信じても忖度の走りなんかなかったんです。さらに森友加計騒動というのは、霞が関の上級国民と本人たちを思ってるのかどうかはともかくとして、官僚による暴走、これが事実なんです。森友騒動というのは、いわくつきの土地を財務省側が十分に説明することもなく籠池さん側に売り渡した。そして後にそのいわくが発覚して値引きせざるを得なくなった、手続きの不備が出発点です。この土地取引について豊中市の市議会議員がギャスカギャスカ大騒ぎしました。これを日本共産党が国会で取り上げて、当時の民進党らの追及ごっこの過程で、当時の佐川信久理財局長がちゃんと資料を読み込まずに答弁して、答弁が結果的に間違えていた。そこでこの答弁に沿う形で鉛筆なめなめと書き換えられたのが、いわゆる決裁文書の書き換えです。よって日頃確実な仕事を心がけているお役人様がいたとして、その人物が書いたからと行政文書の正確性を担保する理由には、これっぽっちもなりゃしないということです。また加計学園については、当時のネット媒体ネットギーグの2つの記事を紹介するだけで説明は十分です。まず西暦2017年の6月18日の記事を紹介します。メモで確認できる総理のご意向というのは、規制改革を進めるという部分を指しており、断じて加計学園の獣医学部新設を指しているわけではない。内閣府は獣医学部新設も総理直下のプロジェクトのような雰囲気を作れば、文部科学省内でも話が進みやすくなると考えていた。ただしこの時文部科学省の中の人たちは獣医学部の新設に反対で、その理由は天下り先の確保です。その過程で官邸からの何かがあったんではないかという証拠っぽい、あくまで証拠っぽい文書をなぜだかゲットした前川喜平さん。彼が当時の民進党の玉木雄一郎さんにリークしていたとネットギグさんは伝えております。なお、玉木雄一郎さんと言いますと、獣医師会から政治献金を受けていたことも確認されております。支援者のご意向にもかなう活動ではありました。こちらの記事から3日後のネットギグさん、朝日新聞が総理からの指示に見えるんではないかというところをスポットライトでできた影で隠して、つまり政治的意図を匂わせない演出の写真だったと、ズバリとばかりに指摘しております。
よって疑惑がつどほーん。加計学園においては文部科学省、朝日新聞、民進党、小西文書ならば総務省、朝日新聞、TBS、立憲民主党、これらがコラボレーションしたクーデター説が色濃くなったということです。ここで一般社団法人コラボさんをめぐる情報共有において私が勝手に SNS アベンジャーズと呼んでいるその中のお一人、チョックリーさんのこちらのツイートを紹介しておこうと思います。石橋通宏さんと小西洋之さんは NTT ロース系の政治団体アピール21の支援議員、かつ石橋通宏さんと岡本明子さん、田島かなめさんが NTT ロースの組織内議員だったとかと、 NTT はもともと電電公社三公社の一つだったので、 NTT ロースが総務省に圧力をかけているという構図にも見えるのだが、こちらのツイートはピーチ太郎サードさんの国会で立憲民主党の石橋通宏さんが小西文書は総務省の中にあったんですかという確認するシーンを引用してのツイートだったんですが、 NTT 労組が総務省に圧力をかけていた、いやそうではなく NTT 労組が総務省を援護射撃していた、こう見たらどうなるでしょうか。白がこう言ってます。コラボ、NTT と総務省が大変密の関係であることは、あのお接待騒動からも明らかです。小西文書にも登場する断らない女とメディアが紹介した山田真紀子さんもお接待を受けていて、その山田さんと旧郵政省に同期入社同期の桜の谷脇康彦さんもやはり接待を受けていました。接待が発覚し懲戒処分を受けて総務省を離れております。さて、その後はどうなったかというと、当時のビジネスジャーナルが次の見出しで伝えておりました。NTT 接待問題で辞職の総務省幹部が NTT グループ企業で副社長に就任？波乱必至。はい、NTT から接待を受けていて、これが発覚し懲戒処分を受けた総務省、いや、というより旧郵政省の谷脇康彦さんが NTT のグループ企業をとされるところに天下っていたのかなということを伝えています。ビジネスジャーナルが鍵括弧付きのグループ企業と紹介しているのは、 NTT が筆頭株主の IIJ インターネットイニシアティブ、日本初の商用インターネット接続を提供しようとした会社です。当時の所管官庁は旧郵政省です。どこをどの角度から見てもズブズブというかヌプヌプというか密密の関係で、こんなことを想像してしまうんです。霞が関の上級国民と旧民主党系、さらには NTT 系の労組がコラボっちゃってね、そして放送行政といえば TBS、 我々を忘れちゃいけませんよ。あのね、高市さんみたいにセキュリティクリアランスとかで、ね、生地怖いやつが来ちゃうとね、高市さんない、その名前聞き捨てならないな。そうなると私たち朝日新聞アベガも登場して、みんなでコラボで税金公金チューチュー吸って、気に入らないやつは内部文書でつぶ、バレちゃったと冗談はともかく、 TBS 報道特集では財務省で決裁文書の書き換えを強要されたことによって悲しい選択をした、あの赤木さんを理由に持ち出して報道の自由がなんてね、面白いことを抜かしておりましたが、悲しい決断にまで追い詰められることになる決裁文書の書き換えを命じたのは官僚です。よって総務省を報道機関立憲民主党に NTT も乗っけて、歪められた行政をそのままにしようとしているクーデター説を私は唱えているんです。そして小西文書でも TBS の変更報道が取り上げられておりました。だからなんでしょうか、3月11日の報道特集では AC ジャパンの CM が流されておりました。つまりお金を出してくれる CM 主、すなわちスポンサーの皆さんが消えた消えたやったーとなっていたようです。なんだか神の見えざる手がうっかり見えてしまったような気がする今日この頃でございます。報道の自由にせよ、言論の自由にせよ、この自由というものは勝ち続けなければ、勝ち取り続けなければいともたやすく奪われてしまいます。この勝ち続ける戦いにおいて我々の微力は決して無力じゃありません。というわけでみんなで頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
と番組に最後の最後までお付き合いいただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム、みやちゃんじゃんけんじゃんけんグー、私がグーなのでパーを出したあなた、パッとしてグー、おめでとうございます。私と同じグーを出したあなた、クロスカウンターかやるな、何者だ。そしてチョキを出したあなた、じゃんけんでチョキは最も難しい手の形、器用なあなたに V 戦。それでは本当のバイバイ。